はい、どうも皆さんこんにちは。ピオツキチャンネルうぷぬしのピオタです。さあ、このタイミングでこちらの動画を撮っているということは、勘のいい方はね、もうお察しだと思いますが、はい、そうです、告知でございます。何の告知かっていうことはね、まあもうやった方が早いっすか。はい、ということで、今年もやるの2023年度 A1 企画ふふーということで、2023年度 A1 企画、4月1日明日から始まります。今年もやります。いやー、実にね、どれぐらい前からやってるかということを遡ると2018年度からやっておりますということで、18、19、20、21、22、23と、今回で6年目となるこちらの企画となります。いやー、すさまじいですね。6年ですよ。すごいですね。はい、ということで、まあ鑑賞に浸るのは少し置いときまして、軽くそちらについての告知と注意事項をさせていただきます。まず2023年度 A1 企画のこちらの A1 企画についてなんですが、こちらは新年度から皆さんに笑っていただこうということをコンセプトしたバカゲー実況となっております。簡単に言うと、4月1日の朝7時から8時までの間、1時間なんですが、こちらの間毎分バカゲーの実況が上がります。それに関しての、注意点です。まずは、1分ごとにバカゲーの実況が上がりますので、そうですね、チャンネルを登録してくださっていて、なおかつ、通知をオンにしている方は、1分ごとに動画が新しく更新されましたよ、動画が新しく更新されましたよ、動画が新しく更新されましたよ、みたいな感じで、どん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 通知が飛んできます。なので、もし通知をね、つけていて朝安眠を妨害される、うわお前最悪じゃんっていう方がいる場合は、チャンネル登録の横の方にあるベルのボタンを押してもらって通知を解除してもらえればと思います。いや、もうむしろ来た動画全部見てやるっていう方はね、どうぞ見てください。多分1日じゃ見切れないです。収録時間だけでね、10時間以上普通にかかっておりますので、まあ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 見れないよね多分っていう気もしますが、ゆっくりとね、暇な時に見てバッカでーと笑ってもらえればと思います。ということで、今年もやらせていただきます。まあ自己満足企画なのでね、実は自分が上がっている様を見れていたら自分ではそれで満足です。それで皆さんのね、不安が解消されることがあれば、もう一石二鳥にも三鳥にも四鳥にもね、五鳥にも、もうね、何兆にもなるということなので、皆さんも楽しい、僕も満足、そんな感じで今年もやっていきたいと思います。ということで、皆さんご注意もあれど楽しみにしてくださると嬉しいです。よければコメントにてお疲れ様でしたのね、コメント、実際の A1 企画の動画お待ちしております。それではまた明日朝7時ぴったりからお会いいたしましょう。それではじゃあね。